特急専用ホームみたいな感じになっています。さあ、ここは京都府京都市 JR 嵯峨野線の京都駅です。今回はこの京都駅から福知山駅を目指します。この京都駅から嵯峨野線を走る特急電車は城崎号、橋立号、舞鶴号の3種類が運転中です。今回はまさにその嵯峨野線の特急に乗っていきたいと思いますが、変な特急が走っていたのでそちらをご紹介します。毎週日曜配信の新土地の日本特急機構、今回から山陰地方一周編です。今回も最後までよろしくお願いします。ということで、今日乗る電車はこちら、京都駅17時28分発特急城崎13号の福知山駅です。まず特急城崎号は1996年運転開始の嵯峨野線の特急列車です。嵯峨野線が1996年に福知山まで電化されたことによって電車特急が走れるようになり、運転を開始しました。この城崎というのは城崎温泉のことであり、運転区間は京都から城崎温泉までのアクセスがメインになるはずですが、今回の便は城崎温泉までは行かないみたいです。実はこの特急城崎号は城崎温泉まで行かない便の方が多数派であります。実際5往復が福知山発着、1往復が豊岡までの運転であり、城崎温泉駅は4本だけとなるみたいです。ただ城崎温泉まで行きたい人はどうなってしまうのでしょうか。その点は後ほどご紹介します。そして今回乗る電車はすでに止まっています。こちらが今日乗る特急城崎13号の福知山駅です。京都始発で今日は287系4両での運転でした。この城崎号には287系と289系の2種類が使われていますが、そのうち287系は2011年から運転を開始した車両です。意外と新しいみたいです。なおこの車両は特急黒潮号にも使われていますが、そちらとはカラーリングが異なります。では乗っていきたいと思います。京都駅を発車、新立の日本特急機構特急城崎号の旅がスタートしました。今回はこの城崎13号で終点の福知山まで向かいます。福知山までの所要時間は1時間と25分。京都から福知山までは快速電車も走っていますが、そちらは1時間と57分かかります。これは大きな所要時間の違いになりそうです。この先途中は2条、亀岡、園部、綾部に泊まっていきます。所要時間の割に停車駅はかなり少ないようです。ということで今回は終点の福知山まで城崎号についていろいろとご紹介していきます。また終点の福知山に着いた後、城崎温泉方面に行く方法はあるのでしょうか。その点も見ていきたいと思います。電車は京都駅を出発した後は早速嵯峨野線に入ります。嵯峨野線は山陰線の愛称であり、山陰線は下関駅の一駅手前、波多部駅までを結ぶ路線です。嵯峨野線自体は途中の園部までが該当しています。山陰線の中では最も栄えている地域であり、先へ行けば行くほどどんどん田舎になっていく路線です。山陽線とは異なり、下手したら一部区間の廃線の恐れもあるでしょう。電車は京都駅発車後はしばらくゆっくり走っていますが、その後加速していきます。この京都駅付近だけは単線区間であり、列車の増発のネックにもなっているみたいです。この嵯峨野線は嵐山観光へのアクセス路線でもあり、昼間は観光客でごった返している路線であります。そしてしばらくは高架区間を走行します。電車はまもなく1駅目の梅小路京都西駅を通過します。この駅は2019年開業の新しい駅ですが、普通電車のみが止まる駅です。仮の駅名は JR 七条であったそうですが、結局梅小路京都西駅となりました。この駅は通勤利用も多いと思いますが、京都鉄道博物館の最寄り駅にもなっており、
観光利用も多いと言えるでしょう。通過速度は想像以上に速くなっていました。さて、京都発車から5分、電車はまもなく2条に到着します。この駅は快速も停車しており、旅客電車は全部が止まっているようです。自治体的には京都市の中央区に位置しています。嵯峨野線は京都駅を通っている点は他の京都市内を通る路線より強いところであると思いますが、京都の街づくり的に京都駅一強では少し弱い部分はありますから、二条駅もターミナルとして栄えています。実際この駅には地下鉄東西線も乗り入れ、京都市の副都心として栄えている地域になるようです。1日の乗客数は約1万人で、山陰線の途中駅では最も多くなっています。ホームは島式の構造で追い抜きはできません。二条から乗る人も結構いるみたいです。二条の次は亀岡に停まります。途中は円町、花園、渦巻、佐賀、嵐山、保津峡、馬堀の6駅を連続で通過します。そもそも嵯峨野線は私鉄とは異なり、駅間が長く駅数が多くないことが特徴です。なおこの電車は速度は流し気味で走っています。こちらは円町を通過。この駅は快速は停車の駅です。1日の乗客数は約6000人、バスでは西の京円町と呼ばれており、京都駅からもバスが出ています。この地域は商業地として栄えており、延々タウンという商店街も駅周辺に広がっているそうです。しかし特急が止まるほど大きい駅ではないため通過していきました。そして電車はハイスピードとは言えませんが、普通電車や快速電車よりは速い速度で走っています。嵯峨野線の最高速度は120キロ、おそらく夕方でラッシュ時間帯に入っており、電車の本数が多いからこのゆっくりの速度になっているようです。しかしこの電車と前の電車には13分も間隔が開いていますから、ただこの電車が遅いだけの可能性もあるでしょう。そして高架区間を降りて地上区間に入りました。電車は佐賀嵐山駅を通過します。この駅は快速を停車し、観光シーズンには特急電車も一部が止まる駅です。嵐山観光の最寄り駅であり、嵯峨野線は佐賀嵐山で持っている面もあるでしょう。1日の乗客数は約5000人、これはコロナ禍のデータですから今はもっと増えていると思います。そして今回の大改正で嵯峨野線も増発が行われました。なおここまでが京都市内の駅です。そして電車は京都市を抜けてからは急に景色が真っ暗になってしまいました。奥に少し明かりが見えるのみであります。また電車の速度も少し上がっているように感じます。嵯峨野線は途中の園部までは栄えており、本数も多い路線ではありますが、それでも1時間あたりの本数は5本くらいです。特急も含めて2倍にすると12本となります。ただ京都駅付近の単線区間のことを考えますと、これが限界なのでしょう。こちらは馬堀を通過。この駅は嵯峨野トロッコの終着駅、トロッコ亀岡駅があります。実は今走っている嵯峨野線は新線ですが、旧線を観光路線にしたのが嵯峨野トロッコです。 JR 西日本の路線図にも載っており、実は JR の子会社が運営しています。電車は亀岡駅を発車。この駅は亀岡市の中心駅です。亀岡市は京都府中西部に位置している、人口は約8万4000人の自治体です。京都にも大阪にも1時間以内でアクセスできることから、通勤圏、ベッドタウンとして機能しています。ただ大阪まで行く場合にも一旦京都を経由しないといけないみたいです。また亀岡駅を中心に町として栄えている一方で、山の区間も多く自然豊かで住みやすい自治体と言えるでしょう。1日の乗客数は約6700人です。さて快速電車はここから先は各駅に停まりますが、特急は全区間で通過運転を行います。次は園部に停まります。途中は並川、千代川、八木、吉富の4駅を通過します。
さあ電車は結構速度を出して運転中です。景色にはマンションなども見られており、佐賀嵐山を出た後の真っ暗な景色からは一転していました。こちらは並川を通過、この駅は快速までが停車の駅です。1日の乗客数は約2600人で、まだまだ乗降客数にしますと5000人くらいの駅が続いています。なお、このような途中駅へ向かう場合は、この電車は亀岡で前の普通を抜かしていますから、乗り換えすることで移動できます。まだ電車はどんどん速度を上げているように感じますが、亀岡から先の最高速度は130キロです。急に最高速度で走れるようになりました。ここまでの区間は前の普通電車に遠慮していたのかもしれません。そして駅を離れるとまた景色は真っ暗になっていますと思ったら、また速度を落としています。この城崎号は速度の変化が大きい特急であることは確かだと思います。そして逆に景色は市街地に入ったせいか少し明るくなってきました。こちらは吉富を通過、この駅は快速も停車の駅ですが、1日の乗客数は約400人、急に少なくなっていました。おそらくこれはこの駅が園部駅の隣であり、駅間も長くないため園部駅の利用者が多いからでしょう。車で園部駅まで向かって、そして電車に乗る人の方が多数派であると思われます。ということで、京都は発車から30分、電車は間もなく園部に到着します。結構ボリューミーな30分でした。この駅は嵯峨野線の運転拠点になる駅で、嵯峨野線と呼ばれるのはここまでの区間となります。京都からの普通も快速も多くはこの園部までの乗り入れとなるようです。そしてこの駅は南丹市に位置する駅です。南丹市は京都府中部に位置する、人口は約3万人の自治体です。2006年に園部町など複数の自治体が合併してできた市であります。ケーブルテレビに力を入れており、 KCN 南丹という近鉄グループが運営するテレビ局があるそうです。園部駅は1日の乗客数は約3600人、なお通過駅へ向かう普通電車は24分待ちとなります。園部の次は綾部に停まります。途中は船岡、日吉、新旧大学前、駒、下山、和地、焦り、立木、山家の9駅を連続で通過します。この区間が今日一番連続通過が多い区間です。なお園部からは終点まであと2駅のところまで来ていますが、所要時間的にはあと50分も残っています。この先の区間がいかに利用者が少ない区間で特急がどんどんと飛ばしていくかがよくお分かりになるでしょう。なお園部から先は単線区間で、一気に路線の田舎区間も出ますが、それでも特急が走っている点はいいところです。さあこちらはホームは反対側ですが、日吉を通過、この駅は新横浜線との分岐駅ではなく、ただの山陰線の普通電車のみが止まる駅です。東急線は関係ありません。1日の乗客数は約200人、一線スルー化されており、上りホームを通過していきました。また駅周辺には道路と何軒か家が建っています。そしてこちらは結構速度を出して走っています。ただ亀岡から園部については線形が良い区間を猛スピードで走っている感じでしたが、こちらは結構無理して速く走っている感じがします。ジョイント音も多く揺れも多かったでしょう。ただこういう区間をずっと各駅に停まる普通電車ですと飽きてしまいますから、このような特急の存在がなかなかありがたく感じます。こちらは新旧大学前を通過、この駅は大学が4900万円の建設費を出して開業させた西岸駅です。1日の乗客数は約270人、学生の利用者が中心ですから、この程度なのでしょう。なお新旧大学という名前の大学があるわけではなく、明治国際医療大学という名前になっています。そしてこちらは速度が落ちてきていますが、電車は間もなく下山駅を通過と言いたいところですが、実際は止まります。この駅は普通電車のみが止まる駅です。
京都からは福知山まで快速が乗り入れしていますが、実際は園部から種別を普通に変えて走ってるみたいです。なお、この下山駅は1日の乗客数は76人、かなり少なくなっています。またホームは一線スルー化されていますが、この駅で単線区間の反対電車との交換待ちで数分ほど止まります。その反対の電車というのが今通過した上りの城崎号です。特急電車同士の交換ですから、これは仕方ないと思いますが、上りの特急電車が遅延している影響で、この電車は下山駅で10分くらい止まっていました。もはやドアを開けていいレベルだと思いますが、1日76人しか使わないですから、その必要もないのでしょう。そしてこの遅延が後々どう響くのか気になります。実はこのような城崎温泉に行かない特急城崎号は、終点の福知山で福知山線からの鴻鳥号豊岡駅または城崎温泉行きに接続しています。だから城崎温泉まで行かないわけですが、接続がなくなってしまったらどうしようもありません。さあ、電車は動き始めましたが、本当に回復できるのでしょうか。なお、この園部から綾部までの所要時間は43分。ここが一番進み時間がかかる区間であります。さあ、電車は線路の状態はそんなに良いわけではありませんが、頑張って速度を出して走っています。この JR 西日本は新快速を生み出してしまうくらいですから、車両の性能が良いことは言うまでもありません。実際特急電車の性能はその時代最新のものを取り入れています。こちらはおそらく途中駅の焦りを通過しました。遅延していて焦ってくるところですが、あくまで安全運転で進んでほしいなと思うところです。そしてこの辺りはやけに真っ暗な区間ですが、どうやら山を走ってるみたいです。トンネルもいくつか通っています。この京都府はもともと山の地形で知られる地域であることは確かですが、ここまでとは思いませんでした。実際地図を見ても園部から綾部までの区間は緑色で山だらけです。平地は白くなっているところを指しますが、わずかしかありません。そんな山の中を順調に走っているところですが、ここで車内のご紹介に入りたいと思います。まず城崎号は基本的には4両編成ですが、一部7両で走る便も運転されています。全車指定席で自由席はありません。また乗り継ぎ割引もなくなり、通常通り切符を買うとめちゃくちゃ高くなりますが、実際はチケットレスサービスを使えば安くすることができます。しかも今のところは JR 西日本のチケットレスサービスは実際に紙の切符に発券することもできますから、安く発券できて最高でしょう。そして車内はこんな感じで青色の座席となっています。次回ご紹介のコウノトリ号と比べてほしいですが、車両によって座席の色が違うみたいです。またリクライニングもそれなりに倒れます。さらにテーブルも大きめのものが設置されており、車内設備に不満はないでしょう。なお、普通車の端の席にはコンセントもついているそうです。電車は綾部を発車。この駅は特急電車は全便が止まる駅で、舞鶴線との分岐駅になっています。舞鶴線は綾部から東舞鶴までを結ぶ路線で、途中の西舞鶴駅で京都丹後鉄道に接続しています。特急電車は舞鶴号が運転されており、城崎号の中には舞鶴号と連結して走っている便もあるそうです。そしてこの綾部駅は綾部市の中心駅です。綾部市は京都府北部に位置する人口は約3万人の自治体です。京都駅は京都府の南側にあったことを考えますと、だいぶ北まで移動してきたことになります。また豪雪地帯であることが特徴で、冬の最低平均気温は氷点下に及ぶそうです。なお、綾部駅の1日の乗客数は約1200人、
あまり多くはないみたいでした。さて、電車は次は終点の福知山に停まります。途中は高津、伊佐の2駅を通過します。この綾部から福知山にかけては舞鶴線の電車も走っており、電車の本数が多いことから複線化されています。そのためこの電車も急激に速度を出して回復運転を行っていました。おそらく最高速度を出していたと思われます。上り電車の遅延の影響を最小化しようと頑張っているみたいです。こちらの途中駅の高津も一瞬で通過。この駅は大井町線の各駅停車の一部が停車の駅ではなく、山陰線の普通のみが止まる駅です。先ほどの日吉駅もそうですが、山陰線には東急線と同じ駅名の駅が結構あります。なお1日の乗客数は88人、めちゃくちゃ少なかったです。ただ田舎という感じはしないですから、おそらく車利用が多数なのでしょう。さて、京都足車から1時間と25分電車はまもなく終点の福知山に到着します。この駅は福知山市の中心駅です。福知山市は京都府北部に位置する、人口は約7万5000人の自治体です。福山城の城下町として栄え、交通の要衝でもあるため人口も多くなっています。なお福知山駅は山陰線、福知山線、京都丹後鉄道が乗り入れする駅です。福知山線は宝塚線を愛称として尼崎から福知山までを結んでおり、特急電車を中心に大阪から山陰線まで直通する電車が走っています。そして今回は京都から福知山まで城崎温泉に行かない特急城崎号をご紹介しました。京都市内の嵯峨野線区間から山陰線の山越え区間まで速度の変化が大きいことが特徴的であったと思います。特に最高速度も出せば交換待ちで止まってしまうこともあり、なかなか面白い特急と言えるでしょう。そして城崎温泉まで行かない便の方が多い特急ですが、実際は終点の福知山で向かい側特急コウノドリ号豊岡駅を利用して豊岡で乗り換えすれば城崎温泉まで行くことができるようです。遅れていますが、ちゃんと待ってくれていたようでした。新立の日本特急機構、次回は4月7日、この続き山陰線の特急電車コウノドリ号に乗っていきたいと思います。どんどん山陰地方を奥に入っていきます。お楽しみに。今週はスーパー西武大作戦、最初は本川越駅から西武新宿駅まで西武新宿線の深夜の特急に乗っていきます。本川越駅を23時を超えて走る上りの特急電車、一体なぜこんな電車が走っているのでしょうか。沿線の様子や通過シーンとともに詳しく見ていきたいと思います。お楽しみに。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。最後までのご視聴ありがとうございました。